チエミでおなじみのテレシマスでございます。テレシエミもそうやし、キャンディアザドの持ち歌や。あの、じゃあこの人ご存知ですか。では次もあの多分おなじみのナンバーだと思います。まあでもジャズの曲だからよく流れてますもんね、この曲は。サマータイム、何か白木さん喋ります？普段喋ってます。普段喋ってますけど、ダメですか？いや、せっかくなら今日は彼女も来てありますから、喋ってください。普段喋ってますよね。そうですか。意外な一面を寡黙なギタリストで笑っちゃダメでしょ、お父ちゃん。いやいや、微笑んだだけで。では、サマータイム。Thank you.
いたしました。もうそろそろ夏がやってきそうですが、あの次の曲もねジャズの、スタンダードですけど、あまり有名じゃないかな、とっても綺麗な曲なんですが、ナイチンゲールは泣いていたわねと、いろんな歌詞が出てくるんですけれども、あなたと私が出会った時もそう、さよならをまたねと別れた時も、公園で喋っていた時もナイチンゲールが泣いていたわね。でこの2人がそれからどうなったかは謎に包まれておりますが、でも曲の前から言ったら今も仲良くしてて、そうね、私たちがあの時あの鳥泣いてたわねっていうイメージで私は歌っています。
私がこれと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 歌いたいんですけど、つなげたいんですけどお願いしますって言ってシラッキーさんのところに迷惑に思ってきました。何でもつながるってもんでもないんですけど、でもさすがシラッキーさんですから、まあ、なんとか無理やりのところもありますがつなげていただきまして、曲に仕上げております。それがムーンの曲とスターの曲がつながっているので、私が勝手に何だったかしらナイトスカイのラブソングという名前を、はい、いたしましたので聴いてください。
that we are told. You wandered on the land and far away, leaving a sign that will not die. Love is now the stardust of yesterday.Music of the years gone by. Tsuki no全部で何曲あったと思います？あ、言われるとこあるの数えといてください。
くれないと。7曲つながっておりました。なんとか無事着地した感じですね。ちょっと危なっかしいとこもあったけど、これからの練習課題ということで。では、いつも歌っておりますマツコマサコワールドを歌いたいと思います。これはラブは日本語なので、最後日本語で歌うので、みんなで。
なるとね。ナッティングコールか。おまけだから、コーヒールームは置いておきましょうかね。最初はコーラス私が歌いますけど、その最後の3コーラス目が日本語になりますので、皆さんご一緒にどうぞ。
The moon and I know that
真夜中のギターを歌います。
頑張ります。いいね、いいね。では最後、今日のトリを飾りますマスター、はい、どうぞ。マスターのウクレレ演奏で今日最後にしたいと思います。はい、夏の思い出持ってくるな。いいよ、いいよ。リアルでできるから。そうか、ウクレレもな。すごいな。あんまりズーム見たらダメよ。真もやっぱり真っ赤に言ってるの。そしたら今日は。Yes.